6時だよ。ナジャグランディーバのレッツゴーフライデー,、えー。皆さんこんばんは。ナジャグランディーバでございますけれども。えー、急に寒くなりましたけれども、風などひいてないでしょうか。えー、先週、このオープニングでお話をね、させてもらいましたけれども <coughs>、どうもあの負の連鎖が続いてるという話をし,しましたけども。 えー、桜を見る会があんなことになって「バチェラー」もやらせだったということが判明したりしてるんですけども、えー、またまたちょっと悲しい出来事がありまして、えー、福岡で「黒女子白書」っていう番組をレギュラーでやらせてもらってるんですけどそれが、えー、東京でも東京 MX では放送されてたんですけど。 それがとうとう打ち切りになるみたいです。<laughs> 悲しいな、悲しい12月ですね。それではパートナーを紹介しますよ。<laughs> チキチキジョニーのお二人ですよ。チキチキジョニー良いです。石原です。よろしくお願いします。お願いします。そ,それお番組自体が終わって番組自体は終わるんじゃなくて,なくて番組自体は続くんですけど、はい、その M.X. でも放送されたから。はい 東京でやっっぱり放送されるてなんか反響そうでもそれがもう打ち切りになるっていうでもそれはもう言たらいったん行ってまた帰ってきたみたいな感じだからまあ現状維持でいいんじゃないですかまだだって希望は持てるじゃないですかこれからまたまあ番組自体はねどっちかって好評なんですよなんか不祥事を起こしたわけじゃないですからそれは負の連鎖とまた三日月のクロワッサン帰えるじゃないですか買えるんですけどそれ今だと勝ってないけど私はもう。 違いやいや違うじゃなくてほんま痩せようと思ってるからあんまり食べんようにしてるからそうそうそう前もこの水曜日も通ったけど前木曜日か買えなんかったあらめっちゃかわいい体重はどうなんですかちゃんとね床に置いたんですよちゃんと床に置いて1 0 1キロやったらちょっと増えてるんですよあれでもトレーニングもしるから筋肉量が増えて脂肪が減ってるかなっていうのもあるから 数字ばっかりよりはその鏡の前でこう裸で立ってみた感じで見ていこうかなと思ってるんですけどあほんな順調なんですか順調でもまだちょっとやっぱお腹になったりはポチャポチャあとはもうガッサガサ横っ腹が乾燥であるあるのあるあるやんこの時期しゃあないほらお風呂上がりとかにボディークルーム塗ったりはあんまりせえへんのもあんねやろうけどもうでもした方がいいっすよ絶対あんなんもんか 隣に効き目あるいやぬーんと塗らんやったらガサガサなんやったら塗った方が、はい、いいと思いますよでも,もう毎年あガサガサな時期きたな思って、はい、また春ぐらい来たら汗かき出して湿度も上がって、はい、治ってくるからもうええかな思ってんねんけど毎年この時期はもうガサガサやなと思って終わんねんいつも、はい、塗った方がいい痒みとかはないんですか、はい、<に>いやで寝起きとかもめっちゃかいてる あとふくらはぎとかも乾燥でかいててもうすね毛なくなるぐらいかいてるいいてんのよ <laughs> すよ大変いてるやん,んに毛切れっていうのほんまに <laughs>、はい、でもまあもうそれをうその時で済むやん別にちょっとかいたら済んで、はい、まあれそういうの繰り返しでガサガサはガサガサでも多分もう寝てる時やからもう意識にもうめちゃくちゃかいてるんかもしれないそんだけすね毛なくなるぐらいやったらそうかもしれな、はいあのシーツに 草間弥生みたいな血がきれいなあんなにいっぱいないけどポンポンポンってちょっとこれ書いてあるかなっていうのはあるけどそれいつかんかすごい朝になって治りにくくなってかさぶたみたいになってめちゃくちゃ汚い足になってしまいますいやもう今結構汚い足ほらだからそれは絶対塗った方がいいですってこれ塗らへんでもう何個言うても塗らへんでうそれは春が来てももうだんだんね年重ねてきたら治りにくくなってもうもうどえらい足に。 でもその話をいろんな人に毎年この時期してて「ガッサーサーは」って言って、はい、で結構クリームこれ得ててもらったりすんねんけど一、はい、回は塗んねんけど、はい、別にやっぱそんなしっとりしてるかなっていう感じで結局書いてんのかゆいしで<ー>やめてんね,ん,てねなんか塗ってるわけ二人はもうあのけそうすぎ 横っ腹がカサカサならないんです。どこどこがカサカサになる？私横っぱなります。あ、もう顔ですわ別に。ほん顔はぬるよ私も。あ、ぬるでしょう？お腹がだからカサカサなんでなるんですか？ここら辺でしょ。うん。いやでもそんなカサカサになってないわ。え、石原さんのこれよりもっとカサカサなんですかダジャんは？あ、でもうん。結構ね粉吹いたみたいになるときあります。あるう。なんでしょう？ええ一個なのクルブシは気になってます。 くるぶしなら真っ白干し梅みたいになそう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 ほんまに白い酸っぱい酸そういからくるぶしやからって言って何も塗ってはないです塗らなあかんのかな塗らなかんのかなでもほんまでまた春夏になるとしっとり戻るからええかなと思って最近なんかあの油入ってるボディソープに変えたらちょっとマシな気がしますあそう塩バターかなんか入ってるやつえ たいでしょ顔顔ははうやもそれ使ってみたらどうするそのボディーソープを安いやつ安いやつ安いや多分牛乳石鹸に結局さっぱりしてなって思,思ってもえっ今愛用してんのはもう牛乳石鹸か牛乳石鹸ばっかりやが、ずっと思うから頭で牛乳石鹸で頭で泡立ててそのまま全身やもんか 声ですね昭和の男前ずっとそうでシャンプーとかトリートメントも作ってないですか牛乳の石鹸一本うわうちおじいちゃんと一緒ですわうちのだか昭和の男そうやろずっとやででもずっとそうやね石鹸ごすと背中とかもこううやーこすって泡立ててもう頭から全部顔もですか顔もでもボディスロープ置いてんねんけど 一応誰か泊まりに来たり友達来たりした時は「<ー>それ使い」って言って置いてる。 あとちょっとイメージもあるかなと思って外国のおしゃれなやつも置いてるけど。あの店持た。かちょっとだい。店持ったから。異世界。そこそこ。牛乳みたベルサーチみたいな柄のなんかやつとか置いてるんするやつ。そうそう。牛乳石鹸ごめんねと思いながら置いています。一個も使えない。マヤ牛乳石鹸ばっかり。の牛乳石鹸のボディーソープもありません。あるあるある。それ置いてる。それでちょっとあろうてみたらまた。あち ちょっと違うの牛乳せっと牛乳せっけんのホンめっちゃ泡立つのよ牛乳石鹸のあのボディソープいいじゃないですかほんだろ。うでも結局牛乳石鹸の方がえいかなと思ってえで好きやねんさっぱりするからキュッとするからちょっとギシギシぐらいに油取れるやんそれがめっちゃ好きやね夏場なんか特にああそうなうあんまりしっとりっていうかもうちょっとしとっとしてんのがあんま好きじゃないんですねだから あそれもあるかもしれない。あのあれやんワセリンみたいなあんな入ってるとめめっちゃってなるやろあんなん嫌むすぎじゃないじゃら横腹だけその牛乳石油のボディーソープで洗ってあげたとめんどくさめんくさそれいやそこはちょっとほんほんなら冬の間だけボディーソープでちょっと洗ってあげたら行き帰るんじゃないですかだいぶほんなかゆい思いしなですじゃああとはニベアのっといていいねニベア いやでもお風呂で済むやんそれやったら1個まずそれを試したら楽ですね牛乳石鹸自体やってみるあるからなそのねあるから使えるからかさニベアもあるよあ本ホはもうニベア塗ってた結構すよニベア最強らしいですよあるなニベア最強して最そうって全身使えるしそれこそ顔からでもべちゃっとするやんちょっとわかりますニベアあれニベア塗って布団貼の嫌じゃないですかわかるそうあれどうしてますニんア塗れへんもん私は あ、そうか、濡れへんのか、うん、あ、どうして。でもわかるわかるだからちょっともうサンオイル塗った感じぐらい、ね、はい何かそのベタベタしたまま布団入ったりなんか食べ物触ったりができひん、うん、私こう顔にこう余ったやつこすりつけながら寝てますまあこうそういうの全身塗った場合も全身塗った場合も。 <顔>多分そういうのを塗る人は全身とかに長袖長ズボンでちゃんとパジャマで寝るん違うあ長,袖長ズボンそ私でもそのパジャマがつくのもちょっと嫌じゃないですかパジャマはでも洗濯まめにするやんあいやじゃなくてねなんか手に繊維がつくのがつく気がして嫌じゃないですかあーあホコリ吸うっことはい、はい、そうなんです<に>なんか付着手になんかつきやすくなりそうで嫌なんですなんかベタベタした手で触る<ー>

いやでもそんだけ書いてるってことはどっか皮膚だん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 ボロボロになってきますよいやでももう足とかほんまにこの時期かくからあのかさぶたみたいなのもできてんねん、はい、めっちゃでしょなんかほんとだん,だん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 そこだけ分厚くなってくるでしょ多分だから皮が変な感じのかさぶたみたいになってななで,かでもなんかあのちょっと虫刺されのあれ、はい こっちっていうシミみたいなんが結構できてたりするみたいになってるああそれが多分ね年重ねていったもう春になっても治らんくなるような気がするんですよね予想やろうでもそれうん、うん、はいまあ大丈夫やろうそっかどうやろう、まあ、春にまた言うわねそうですね春,春はあかんか夏に皆さんこんばんはカサカサ治りました、ね、治りましたって言ってカサカサは多分もう春ぐらい治るけど、はい、そっからそのしっとりしてきて また皮膚が生まれ変わってシミがなくなるのは夏やと2シーズンかかんねやっシーズンかかんねん4つしかないシーズンの2つはあんまりやつら絶対ケアした方がいいですよでもそうかあんまり足とか出さはれへんし出せへんしそんな気にしてないねだからいやでもかゆかったり悩いでるでかゆいのだけ だから別にそんなそこれいつ何時走れって言われる日が来るかもしれないんかお前急に露出せなあかん仕事がやいや走るのはないわかたくなに嫌って言ったもんあの見てましたあの大阪マラソンで、うん、ゲストで出てはったじゃないですか<う>あの小杉さん応援するそうそ,うそ,うそれをその中継見てて石原さんがめっちゃ すごいバカにすんのよにしてないですよいやだからいやあれは私も言うておかしいなって思ってんけどどたっけ小杉さんがね一生懸命村小杉さんがもうしんどいこてはってんで中継ねつないで一回だけこの回だけを小杉さんと話できますってなったところがあったんですよね 30km 地点から7さん優しいでも「小杉さん頑張ってくださいね」頑張ってください」しか。 言えませんけどそれで十分やと思いますっていやそれ頑張ってって言われる方が言うやつとそれだけで十分や思いますしい頑張ってって言うだけでしでもあれは頑張ってとは言えへん勝手なんだし頑張ってください言ってた、はい、頑張ってくださいね頑張ってくださいしか言えませんけどいや応援してますやったと思うねんな 頑張ってくださいっていうだか座っててお前座ってるだけやなんかそれが何か頑張ってくださいやねんって言うからっきりと頑張ってくださいって言ったらだから言うとあかんと思うから余計余計言うとそう頑張って自分でも何言ってんのかな思いながらこれしか言えません難しいですもねだからしか言えます頑張ってしか言えませんけどそれだけで十分やめます思いやりすぎて。 いやめっちゃ恥ずかしいわそれ <laughs> も,うもう忘れてほしいわ,、ね、わかりますあれでってる人が「いやもうそれの言葉で十分です」ってい <laughs> うあれ小杉さんが言うあれを言った時の隣の隣におったこの山中真子ちゃんの顔が忘れられへんわど、はいうんな顔しました そう見えた私には感動してたですよ。これで頑張れると思いますよ。いなと思ってずっとその時もずっと引きずってて、それもあるわ。桜を見るかいバッチリ。これでそれ。なんでか。マラソン。だからそうったから。いやそうやで。その応援のおかげで。そう。 それでちょっとプっと思うプとっと笑うて元気ならんだんじゃないですかいやそれ俺が言うやつやんって <laughs>、ね、もうその言葉だけで十分です、ね、いやでも、ね、もうほんま大変やったと思うであのマラソンいやいやすごいしんどいと思うしんどいと思うわだってっなあんだけ体重落としはってでしょ3 0キロ3 0キロ落としてもやっぱまたもうしんどいですもんねけど、ね、地球の重力なめたらあかんやいやほんまで、ね いやすごいと思う私はもう絶対走れへん一番い距離でどれぐらい走ったことあるますかマやマラソンでいや知らん分からへんけど高校とかマラソンでやるの外グルーと走りに行くあれ何キロぐらいな男子はね10キロ10キロじゃあそんなぐらいいやすごい10キロ女子は5キロとかで大体大丈夫やってそれでそれは割と参加はちゃんとしてたけどやっぱ最後から5人ぐらいのどっかやった毎回 でもほんなら、ちゃんとゴールはしてる。ゴールはしてる、してる。あるあるかキロ走れねえ。あ、や、途中歩いたりしたから、ちょっとでも、なんか、はい、あんなんて、高校の時って、ちゃんとせえへんやん。する子はするけど。はい、んなんかもう、べちゃべちゃ喋りながら、ちょっと近道したりとかさ。してたから。はい、なかなかできひん,んしてた,た、してた。その、うん、野球のルートはできるから、ね。そう、だから、そんなんやったから、真剣には。もともと短距離はやったし。お、ほんの、足速いんですか?。 足は遅くはなかったと思うよ。百メートル何秒ぐらいだったの？百メートルは測っとんないけど、五十メートルね大体五十で六秒。速六秒だいええ早六秒の前半後半これでだいぶ大きく違いますよ。覚えてないけど。六秒前半ってもう男子短距離速やったよ。五十メートルでもいや男子やったら結構速いから六秒だ結構おるルのはオーけどだいぶ速いけど。すご。 前半は無理でしたいやもう覚えてないわで覚えてないけど7秒台でまあ早いなって6秒台は絶対6秒台やっためっちゃ早いその代わりマラソン遅いねんでも大体そういう子いすそうなんかどっちかやんな得意な子は向いてる向いてないからガリガリやろほんでマラソン得意な子ってああガリガリで割ガリガリです結構ねえっ12秒もかかるの 短いし太いし擦れるしもう何もかも途中か摩擦で摩擦で走り方は俺<れ>足の速いよ、ね、遅いって何で決まるんでしょうねそうむっちゃ不思議いやそうやねみんなそんなに身長足の長さもそんなに変われへんや言うんでも、ねはい、走り方もお前特殊すぎるでってなかなかないでしょじゃあ方もそんなおかしないと思うんやけどあれちゃうかな,なか最初のスタートとかじゃん瞬発力みたいな 個 <1? S 1> 遅れてるんですかね<う>も<う>でホンマやなんやろなんか途中でしんどなるんですよもう五0のそれもほん持久力になっちゃう、ね、しんどい 5ル走とかってめっちゃ速いかもしれないもしかして瞬発力だけでいったらやった MBS の企画でやったな 5m 走あれどうやったスちートと直後にこけてもう終わりそうやったそうやったるととろけるチーズみたいな気がしてましたけど向けなくて森脇さんに舌打ちされて終わりでしたあそう何やねお前へえ何にも運動ダメですね運動は別にできなさそうやしほんで そうですね石原さんは、うん、なぜさんが足速いのそう足速いのはそうほんまにスポーツ極めたなんかすごい記録出したからできてたかもしれへん、ね、体格も恵まれてるしそれこそラグビーとかすごかったかもいやでもそれもずっと思ってんねんけど結局なんやろな体格は一緒ぐらいやねんけど、はい 結局全員チームメイトをエロい目で見てるからああか結集中できんのっ思うねみんな大体ライブビー好きで組長集中するからああだから個人とかの方がええんかもしれんもしかしたら個人 一人ーみたいないやーやだからそのなんかスポーツやるとしてもあ<ー>だからまあ陸上がもしかして短距離そうやってたらでもそれも練習場にはみんな集まるやんあまあ確かにもか結局エロい目で見ると思うエロ <laughs> い目邪魔やな <laughs> そうだからなんかもう一人でコツコツやるような、はい、誰にも見られずベンチプレス的なあ<ー>うんってあげるやつ

ずっと頭乾かしたりずっと。そに乾いてんのに。あいつ入ってへんのに頭乾かして。やっいで。んでるお母ちゃん入ってないのに。もやっちゃ怖いよやかんなだからなんか。全く一人でやれるものなんて何もないじゃん。オンラインのだからイースポーツぐらいしかないんちゃんもう。あそれや。でもそれやと体格関係ないやんでもゲーマーでも結構ゲーマーですや。言うたら。まあスキルあじゃない。あれ特技。それかあそうか。 フィギュアスケートとかの方がそんなにタイプじゃない人。はい 子が多いから割といやいやその美形やみんな美男子やんか細くてねそうそうでちょっと違うからちょっと言うたら綺麗とか中性的な感じのでもそれにそこに私が行くとこう私が向いてないってことになるもんな体重重すぎるし確かにお前いけへんなほんまや眠いてる体型のものに行ったらエロい目で見てしまうか難しいこれフィギュア全然似合わないですねそうやろほんまや ほんまはではあんななんかザキトワとかああいうレオタードみたいなの着てやりたいのよ。あ、ガンバ。どっちかっていうとユニフォームでたキラキラの方が好きやもんか。らなぜさん好きなデザイン。そう。でもほんだやっぱドラゴクイーンがやっぱ向いてるところ。向いてんのかな。たんすね。そこやわ。行くべき場所に。そうやわ。たどり着いた。そうだからそうそれで極められて今もうね言ったらもう格たる地位いるい。いやそれはそんなことはないけど。 だっ,てもうだって結構<堅>だってナジャさんに憧れてその世界に入っていくっていう人も乗るってことはもうすごいですよそれは,それはでも多分だけど、はい、ドラッグクイーンとしてのナジャグランディーバーやから、はい、あもショータイムやってたり クラブでの私の姿やと思うから、はい、多分そんな子は今私がテレビでばや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 ってんのはどっちかって言ったやめてほしいって思ってると思うねんな。それはそう思ってたんと違うっていう。微妙なファンシ心でありますよね多分そうやと思う。わかるわー。なんかそのスポーツ選手にはありがちですよねそれ。えテニスしてるとこ好きやけど、うん、あんまりテレビで。 ここんなしゃべらんなならとといいてイメージ違うみたででしょもどっちを褒められる方が嬉しいですかどっちのファンっていうかそのどっちが好きですって言われる方が好きですかでももどっちいや,もううんいや今となってはもう、はい、どっちかな私が自体がもう重きをこうテレビとかの方に置いてるやん、はい、いわゆるテレ芸能活動みたいな、はいはい、そっちに置いてるからもう。うん ショータイムなんかすごいおろそかになってるからやかんないいやいや, <laughs> いやほんまにうちらが言ったらあのちょっテレビ忙しいんで漫才適当ですって言ってるのと一緒ですからやもそういうのならないでしょうにずっとだってまたディナーショーもクリスマスやるけど、はい、去年のクリスマスのディナーショーとほぼ一緒やもないよ <laughs> いやいやそれでもやっててテンション上がるわけでしょいや,<え>やってるのは楽しいねんで、はい、いいで,でも、うん 楽しくてやってて、生き生きしてやってるけど、はいはい、見てる方は、またかってなるやんか。か <laughs> んな,なででも鉄板。鉄板でしょ。そう、あの,の、見せていただいたやつじゃないですか。あ,あ、そうそう、ね、あの、あんな感じ、もっと三人でやったり。ね、はい。もうちょっとゴージャスにやってる。そう、でも、<ど>でもあれって何回見ても、別に。もう一緒やなとか、思うもん、ジャンルじゃないですけどね。で結局、見てる人も覚えてへんやな、ね、去年のことなんか。じゃなくて、なんやろな、あの。いや、また,た、古典芸能と一緒で。って、なんのかな。<う>ま,まあ、でも。 漫才でもそうや、はい、1>, 1回知ってるネタでもやっぱもう1回見ても満開でも笑えたりするやんそれはもそれも究極の目標ですけどねそ,れえそうなんやっぱりしやっぱなかなか歌だから歌って羨ましいなと思うんですけど、はい、あ,れやあれ歌ってってみたいにあれやってって言われるのは夢ですね<ー>そういうネタができたらいいなとは思いますけど でもその2人の中でもベスト3のネタみたいなのがあるわけやろチキチキ上にの中ではありますけど時と場合によるかなまあでもそうか、はい、客とかみたいな、はい、そうかでもやっぱ1回見たお客さんからしたらやっぱ新ネタじゃないんかみたいなのはやっぱお笑いの方がそれは多いと思います漫才の方がまあこうなってこうなってあこういうオチやなっていうのも分かってるもんな、ね、もう寄せであんまり同じのばかり出したら、うん、さっき言われる時ありますもん <え>それはやめろやそろそろ次新しいやつやれよっていうメッセージなんかなって受け取るときありますし私は <laughs> 相当受け取んねえけど、えーうん、ものすごい先に先に追い越してい,い行かれるマジでそれどうすんのいや 言わわれてるわけやん、はい、客席にも聞こえてんやろ、はい、それがああ聞こえてますよなかったこといや,もういやなかったことは一番それほっといたらもっとなんか変な空気になるからあ言うてしもてるかなって言うの「はい、もう先いいな」でも「上がってくる」言うてああそうるうやるふう一緒にそういう人って話しかけられたら多分嬉しいかもしらけどどん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 増長するんですよああおるねそう,うそうだそうだ恐ろしいです でもそれはだからもう「頑張れよお前ら」って怠けてるんちゃうかっていう結構お客さんでもその人とのやり取りの方がだからウケて本音タ分ウケへんってなるだけで結構その楽しいのは楽しいんですけどねちょっと違うやつやろうかっていうのはありますけどねただあのナゼさんのやつはもう一回見たいですし、はい、あれめっちゃ楽しいあれはまたかとか思う人もあんまいないと思うんですけどね、うん まあでも私はまたやってるなと思いながら楽しんでやってます。う <laughs> うちらもももありととすすはのののまたリナナ頑張っっっててくだささいい<前>内容ほぼ一緒ですので言うと <laughs> でも楽しでで楽しんでやってるさあこの番組ではさあ、はい えー、皆さんからのメッセージを募集していますよメールアドレスは NAJA‐MBS1179.com naja mark mbs 1179.com です、えー、あなたからのメッセージをお待ちしていますよそして今シーズンも番組ノベルティがございましてメッセージを採用させていただいた方にはなんと私 ナジャの生キスマーク付き<お>今日もいっぱいつけましたよ、ねね、直筆自画像のコースターも差し上げますそしてツイッターのアカウントもございましてアットマーク NADJ1179 a でございますそしてツイッターでナジャマイナジャライスナジャマイが当たる知名度アップキャンペーンを開催中でございます、はい 先週番組ツイッターでナジャグランディーマの「レッツゴーフライデー」は MBS ラジオで毎週金曜夜6時から放送中このアカウントをフォローこのツイートをリツイートしてくださった方の中から抽選でお一人にナジャマイ5キロをプレゼントフォローリツイートをよろしくお願いしますとお米の画像付きでつぶやきました、はい。 で番組ツイッターのフォローとこのつぶやきをリツイートするとナジャマイプレゼントのエントリーが完了となりますのでよろしくお願いしますちなみに現在のリツイート数はね608すごいですよの中で一人だけがナジャマイが当たるといういい、ねね、これはまだ今すぐあ忘れただら間に合いますよねまだ,まだいけるからナジャライス食べたいという方はぜひリツイート、はい、フォローお願いします、はい ちなみに、知ってる人は知ってる。鎌口巴さんという、はい、もうこの番組でも同じ。そうですね。鎌口巴ちゃんも。リツイート、フォローしてくれたそうでございますよ。めちゃおもい。ね。今年はお米が買えません。よろしくお願いします。ね。で、これ、まあ。権利が発生してあります。権利発生してるか、もしかしたら巴ちゃんにも当たるかもしれない。はい。ね。ご抽選でございますので、当選者の発表なんですけれども。 こちらは知名度アップアップ大作戦のコーナーで行いますので、はい、それまで、はいね。今日、今日、今日も発表。今日の知名度アップアップ大作戦のコーナーで発表されるの。はい、あ、じゃあそれまでに、まあそれまでですね。そうですね。そうか、文字があまりないですね,ね、はい。なので、今すぐ忘れているという方、は今すぐお願いいたします。はい、そんなもんですか、<あ>メッセージは。はい メッセージいただいておりますありますよ。えこちらは東京住在のカオルさんからいただきました。うん。ねずさ在住。在住でし東京に住んでんやろ。在住。はい。在住。重いつん。え？せや。あうち間違えてはるんじゃなくて、石原さんが読み間違えたの？在住って書いて。在住って言ってました。ごめんなさい。 東京在住ですか、カオルさんからいただきました。うんえー、なぜ三月さん,ききさんいつも東京で楽しみに聞いております。ありがとうございます。東京 M X の。 黒女子拍手毎週 <laughs> 確信ついてきた毎週,毎週楽しみにしていたのにいつからかクリス・松村さんの音楽番組に変わっていっていつ再会するんだろうと待ち焦がれておりました再会しないなんて悲しすぎますバラ色ダンディーを楽しみに頑張ることにいたしますこれからも毎週楽しみにしてくださる体に近づいてま、ね、す プールとか見逃しみたいなとかそれはねえっとねナジャさんのツイッターで味方が書いてくれてますよマネージャーが書いてると思うわなのでぜひチェックして全国ではい見てくださいはいそんなもんですかはいそんなもんですは以上でございますさあということで本日の「レッツゴーフライデー」はどんな感じに進んでいくんでしょうか最後までお付き合いください ニュースのまとめナナジジジャャャル、えー、このコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介するコーナーでございますそしてここからは奥さんのご両親がよくラジオを聴いているそうですよ、うん、金村義明の「ええ加減にせえ」から聞いてるみたいですね金山泉アナウンサーが入ってくれますよ こんばんはよろしくお願いいたします。お願いします。いますはい、よろしくお願いします。本当に聞いてるんですか。はい、そうなんですよ。あの金村義明さんと今 A 加減にせ生というラジオを毎週火曜日の夜6時から8時まで2時間やらせていただいてるんですけれども、はい、うちの清水が出していただいてますよね。あ、そうですね。はい、あの庄治さんの清水さんが出演していただいてるんですけれども、はい、金村さんがですね、うん、あの毎週のように。 えー、私がちょっとこう、うん、女性癖が悪いみたいな話をこう言うんですよ、浮気したんちゃうのってそんなことないのに、言うんですよ、はい、また。うんはい そんなことないんですよ。ないんですか。ね、ないんです。そんないや、なんやと思わないでしょう。たぶんそうですね。いそれをまた、ネタで。おっしゃるんです。よまた、ネタで。ねん。何回。二回。はい。私があの、夜の街を、こう、家に帰らず、徘徊してるとか。なんか、そんなこと、ネタでおっしゃるんですよ。うん。なるほど。一回はしてないんです。よゃ、それ両親。が聞いてんのに、やめてくれと。そうなんですか。あの、両親が聞いてんのは。 ああれですね確かにの先週の土曜日もですね妻の実家に子供連れてまあ帰っていたらあのお父さんからですね毎週聞いてるからねとあそうはいえこれはこの番組は聞いてないのじゃこの番組はどうでしょうねあの多分この番組は聞いてないからほんまのこと言っていいやいやいや本当のことはだからあの何にもないですよ ほんまのことは何もないないですよでしすぎてて逆にそうなんですよ怪しいなってそうですかだって怪しくなかったらんかスロットんか別に受け流しますもんねそのままうていやあのリスナーの皆さんもやっぱり金村さんがこう本当に真剣な声でおっしゃったら信用するじゃないですかだからそれはちゃんと否定しなきゃいけないということでいつも否定してるんですよ違違いいまますすよ金村さん 一回乗ってみたらどうですか？意外と乗ったら乗りすぎて嫌な<っ>や,やこいつってなって <laughs>、それ嫌がるから金<ー>村さんもそうですかね。ねはい。余計痛くなりますよね。ああ。 あまあそういう作戦もありなんですね,ね金村さんも行きましょうよ、はい、<laughs> リスクは高いです <laughs> リスク高いな嫁の両親聞いてるそうなんですこの前も<う>、えー、MBS のアナウンサーの中で誰々が一番タイプって言ってたなとかいうことを生放送中に金村さんおっしゃるんですよそうそ妻も聞いてるんですよそれは言うたんですそれはあの一緒にこう飲んでる時に、うん、まあそんな うでもそれと答えただけは僕は。それけ。飲みの席でまあまあみ皆さんそれぞれやっぱり可愛らしいですけれどもまあ強いて言うなら誰々ですかっぐらいのことは。いやいやそれはちょっと覚えてないですけどこれも妻が聞いてる可能性があるじゃないですか。聞くんですよ。結構僕の。 いやでもそ,ううそらな旦那やもん、ね、妻が聞いていたらやっぱりいい気分しないじゃないですかやっぱり、えー、そんなことえそうでもかあるかな、えーね、そのタイプを言うぐらいは多分だいや妻がこの同じアナウンサーとかやってるとかってあれやけどはい、はい、あ確かに選択肢の中にいて、ね、あるんやろそれそうじゃないんやったら別に、えー、今は誰なんかわいい今はですか今, <laughs> 今今今今言うならあのー 新人の清水さんがやっぱり。会の若いのは。いやそうなんかい。そうなんか。そう。やっぱりと真面目に答え。真面目にそこは答えようかなと思って今言いましたけど。わかるよでも可愛い可愛いと思うわ。そうですね。なんかなんかリアルで。頑張り屋さんやしね。あの大阪マラソンも走ってますね。でもそこだけじゃないじゃないですかやっぱり女性っていうのは。 どっちにも誰にも全員失礼ですからあのあれですよいいこと言おうとしてそこだけじゃな頑張り屋さんのとこだけじゃないでもやっぱり皆さんそれぞれ良さっていうのはあるじゃないですかそれぞれにいやあると思うだから飲みの席で金村さんにそうですかねって言ったことがなんかもうめちゃくちゃ大きな話に広がってしまって。 でまあうちの妻も聞いてたんでえっいやまあちょっとこうちくり言われますよねあのいつも言われるんですよあのまあ僕も今37歳ですけどまあ新人のアナウンサーって言ったら223 22歳じゃないですかそんな223 22歳あんた一回りも下の後輩のことを「可愛いい」とか言ってたらまあ言ってるかもしれないけれども その後輩からしたら、あんたただのおっさんだからねって、いつも、いつも言われてすます。それはそうかもしれな、ええはい。新人にこから、イラっとされるんですよ。あ、なるほど、なるほど。いや先輩に、いやでも先輩で、せん、あ、言うてもおかしない。<laughs> そっか。<laughs> タイプで。まあ、タイプってわけじゃないんですよ。別にタイプだわけじゃなくて。その誰が好き、これ、あいつが可愛いみたいなことを言う。てるわけやん、他の番組では。 はい、だこの番組では奥さんのどこが好きかっていうのを言えばいいんじゃないど、ねうんな奥さんか知らない確かにうそういいとこ教えてよ奥さん、はい、あ、妻のいいところはですねやっぱり愛の愛嬌がものすごくありますね、うんはい、であのまあ見た目も僕のタイプで、まあ可愛らしい感じなんですけれどもで料理も上手で<ー>、はい、であの僕の後輩とか先輩とか上司に対しても みんなにこう丁寧にこう対応してくれるはいうちの両親にもものすごく丁寧に対応してくれてであの金村さんに一回こうご馳走になった時があったんですけどもその後しっかりとこう阪急百貨店に行って果物を金村さんのご自宅に送っている一筆書いてちゃんとお礼のメッセージを書いて送っていたんであの何にも言ってないんですけどねそういうところがやっぱりこうできるすごいできる 額に汗かきなそうんですよ言うてくれありましたけどそんなできる嫁がおんのにそんな別に好きとかじゃないじゃないですか別に恋してるとかじゃないですかいやでも可愛いなっていうのは思うわけでいやナジャさんもだってかっこいいと思うアナウンサーもちろんいるわけですねいるいっぱいおるよいっぱいおるよでも別に既婚者じゃないからね既婚者じゃないし光弘も可愛いいなと思うしでまこちゃんも 可愛い,いなと思うし、はい、他の曲でもいっぱいいますよだからまあそのそんなノリってことです別に本意気、まあ、で好きとかいうふうになんか おっしゃられたんですよそのラジオの中ででも奈良さんそれはやっぱさっきもおっしゃってました、うんはい、エロい目で見てるってことですかエロい目で見てるあ、うん、そんな感じじゃないエロい目で見るそんな感じじゃないあいつ可愛いなっていうのはやっぱりエロい目じゃないの、うん、いや違うか,なんか可愛らしいなってもう一回りもだって十五歳ぐらい下ですから、うん、だからそのタイプで上げちゃったから、えー そうそうっうかまあそうですねうん微妙に、うんえー、年齢をもうちょっと次の時は年齢もうちょっと上の人をはいの中から言うた方がトゲ立たないかもしれないそうですね、はい、そういうふうにあとはやっぱり、えー、一緒に喋ってるのが金村さんっていうのもあんのかもしれんなんなんかああ<ー>、うん、んか分からんけど、はい、その何、うん、やろう ババリバリ遊んできた人もう絶対ね、<ー>染められてる、ね、もう、これも避けるにはもう、金村さんに NG 出すしかないんなんかそんな気もするな、いや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 、あのそれか、はい、もうご両親がラジオ聞けへんかったら、ね、違うのいや、でも本当に、妻の両親はあの、ありがたいことに、私の出てるラジオはほとんど聞くんですよ。 なのでこれは避けられないんですそね愛されてる愛されてるのか監視なのかか監視もしれないですねでもねラジオで喋ってることなんてほんまに遊んでたらほんまに遊んでろって言えないですもんねそそううでですすだから妻の両親にもいろいろ金村さんと毎週やり取りしてますけれども全部ネタなのでとう。 ねっ素がてんのが結構ラジオのいやまあそうじゃないとねええなるほどいや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 結婚していや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 いいや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 い 全然遊んでないそうなんですよなのでもうま結婚する前はホンに遊んでたどま結婚する前はやっぱりそういう食事会みたいなところには行ってたりはしましたけどねそう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 あうそ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 うとうそうまうそうそうそうねうそ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 寝かしつけそう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 そけそう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 でうそ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 う はい、寝かしつけやってるとそのままやっぱり一緒に寝ちゃうってことがあるんですよ。時時に起きんの9時にき、ね、の今日だから6時に起きてもう会社もう早く起きたんで。 もうすぐ家にいても意味がないんで意味がないって言ってないですけど子ること遊んで朝ごはん食べて仕事も早めに終わらせて家帰ろうと思ってで8時に家出て8時半に会社来て朝からずっと仕事して今に至るっていう今日僕この番組の視点実は忘れてたんですよ。えあの 昼ぐらいに気づいてあ今日ナジャさんの番組だったっていうのを思い出して6時ぐらいに帰ろうかなというふうに思ってたんですけどでも一応連絡して今日はナジャさんと一緒に番組出ることになったからじゃあそれは聞くわそれは聞くわそれは聞いてあれに似てるかどうかね そんなことよりも9時に寝て6時に起きるって寝すぎちゃうんですよ若いなそんだけ寝るのは何時ぐらい寝てますかいつも5時朝のえ5時なんすかもう寝るの4時5時やな大体3時10分行ったりもしてはるからそれで時とか まあ早起きなあかんときは無理やり起きるけど<ー>そんな生活もう完全昼夜逆転してるっていう生活なんですね、うん、です20代の言うたら前半みたいな生活をずっとしてあるじゃないですかまあそうね,ね割とね分かるそれで規則は正しかったねい<や>だからさねって披露<ー>今だから仕事がこういうのになるとぐちゃぐちゃやから、うん 4時に寝たのに7時に起きなあかんとかそんなんなるとちょっとしんどくなってくるけどたまにやからねああ寝れるっていいやん一緒に寝てんのじゃあ子供と奥さんとんですよあのまあ3人で寝てますね一緒にへえ幸せパジャマ、えー、パジャマ,パジャマ僕はジャージでスウェットですね、うん、スウェット派なんですけど上下着てそうですね上下着てそうなの寝苦しいなえ,ー、え皆さん

おはようなんですかあのタイマーを暖房のタイマーいやそんせんしないです布団から出んのめっちゃ嫌じゃないですかしてますもんねしてますよね結構寒いっすようちもしてますええあんま寒いの変な家なんかなうちあじゃあちゃんと気密なんかびっしりあれなんでしょうねあったかい家窓があるから窓が割とベランダが南向きで火めっちゃ入ってくるから抜くんかもしれへんなああもしかしたらまだ暖房つけてないけの 年ね、暖房つけのは遅い割と布団から出たらでもなんか羽織らなも寒いでしょでも家の中やろ家の中もうパンツと T シャツうろうろしてただフロアリングやから靴下履く時はべちゃべちゃにちゃにちゃするから寒いからあれとかなるじなて寒いからじゃなくて寒いからじゃなくてそう残念あのホンマにそんないカサカサしてるけど足はべちゃべちゃしてるそうです裏なあ そうやねおかしいいやーでも皆さんパジャマもう長袖スウェンドみたいな段ボンも入れなあかんのかいや別に入れなあかんのかいや別に入れなあかんのまだいけると思ってた今んとこはまだ入れてないはぁすごいっすわでもそれはここのとこめっちゃ寒いですもん うん寒いですよね多分のさもね風邪ひいたらそうなんですよ今いけてるやったらもう冬中結構多分いけると思いますよダンボなし回入れたあかんやと思うねじゃやっぱ我慢してね

えー、モペットで引き逃げ容疑で男を逮捕モペットと呼ばれるペダルがついたバイクで歩行者を跳ねて逃げたとして大阪府警交通捜査課は2日自動車運転処罰法違反過失傷害と道路交通法違反引き逃げの疑いで大阪市鶴見区花店東調理師の国政正正大容疑者26歳を逮捕しましたモペットによる引き逃げ事件の摘発は全国的にも珍しいということです モペットというのは皆さんご存知ですかこれ、ね、初めて聞く言葉やったんですけどあ<ー>見たらあこれのことを「モペットっ言」はい、っていうや電動自転車に似た形状なんですがペダルをこがなくても進んで時速30キロ程度出るものもあると結構い、うん、原付きと一緒そうなんですよね,よねなので道路交通法では原動機付き自転車ミニバイクと。 いう種類になるんだということ。ですね免許も必要ですね。やっぱ必要ね、こちら現。車の免許があればいいというと。現付き免許。が現付き免許。今、我々の世代って、なぜさ、免許取ってりはる。取ってる。な、現付きとセットじゃなかった。セット。そうですね。今違うんですよ。あ、別々なんや。そうです。多分、今の、今から取ろうと思う人は、いつからか、わかん、ちょっと忘れましたけど。普通免許じゃなくて、えっと。 普通免許か普通免許を取っても原付きは別で取らなあかんかったはずです確かそうなんですかしかも乗れる車の大きさも我々と違うんですだから我々今普通免許じゃないんですよ何免許中型免許になってるはずですだから面的にそうなんそうだったんで何がじゃあ普通普通はどれが普通普通っていうのがなくなったもん普通免許あるんですけど今の子が取る取るのは普通免許じゃあ 大きさが乗れる車の大きさがちょっとうちらは多分4トントラック乗れますでも今の子は普通免許やと4トントラックは乗れない2個も行いけんのから。そうですか全然知らんかったあん。ああります。それは今も一緒やっすオートマ限定取った子はミッション車乗れないとあれさんっておいくつでしたっけ今37歳ですねあっちギリギリですか

もう行けないと時間かかっちゃってでも高速でほんなら原付 OK やったんです原付 OK のところです高校で高速で OK で今高校あんです。田舎なのであるんですよあでもうちもでもその代わり申請がいりました僕も申請しましてあんまり関西はないですかねそういうところはそういうのちょっと憧れてますが原付でこっそり来てるっていう近所のマンションかどっかに隠してある ねはい、割とみんな学校四月用のちゃんと原付置き場っていうのもありましたし。したはい、えー、新潟なんですけども、田んぼ道をずっと原付で走って学校行ってましたね。あ,あ、そうなん、えー。そうなんですよ。新潟か。はい、新潟の田舎の男が、ね。 田舎の男が肌そうです新潟の田舎者が遊ぶわけないじゃないですかいやそんなんない出てきたら急にやっぱりそん,急に弾けん,ねんです <laughs> <laughs> ずっと何にもないとこにおったから <laughs>、ええ、こんな大阪町来たらいきなり最初はやっぱりわ都会ってすごいなってね 思いました、ね、女の子もめっちゃみんな可愛いなって思い,なったいやもう本当に人の数にやっぱり最初驚いて、うん、女性もこんなに大勢いるんだっていう,うに。派手な服着てるし、そうですそうです。化粧もバッチリしてるし、一般の人が。えー 田舎行ったらあんなにばっちリメイクしてないです、うん、し下焼けやもんな,んな下焼けみんな,じゃないで人による下焼,下焼けをしてました私も、えー、そうですねであ、まあ、このモペットの違反、まあ、トラブルっていうのも結構相次いでいるということなんですけれども、まあ、自転車のようなんですがバイクだと。 いうことでまあ、自転車モードもあって、はいえー、ペダルをこぐモードにもできるそうなんですがそれでも、はいえー、原付免許が必要だと自転車として乗るときでもそういうモードもあるんですけどあの原付免許を持っていないとだめだということなんですね。これは難しいな、はいまあ、あのモーターとペダル、えー、を合わせてモペットとあ<ー>あ英語でくっつけてなのでモ,ーーモペットというのが、はい、あの本当は言い方としては正しいみたいなんですが。 まあ今はモペットということで広がっているということなんです、ね、んこれ止めるのは駐輪場でいいんかな自転車用のでだって小型っすもんね別に自転車と同じぐらいの大きさだからそ,、ね、そういうメリットがないとなバイクので,ですよねでも時速30キロって結構出ますからねそうやね危ないね見た時に自転車じゃないのに自転車の形やのに、うん あの思った速度でけへんびっくりはありますよね。えはやみたいな。はいはいはい。ふんっていう見た目これ本当にこれ走ってるの見たことないかもしれない。もうわかんないぞ。いやわかんないぞ。これほんまに折りたたみで見せるけど気づいてるね。それと一緒に見えるんで。 普通の電動自転車に見えてモペットの可能性もやっぱりありますんで結構エンジン音を見のはするんですか多少はしますよね原付と同じぐらいのエンジン音をするんですかねそうですねだから私これあれかな多分これ速い自転車何回か見たことあるんですけどはい これヘルメットいるでしょじゃあそうですねヘルメットいるかぶってなかったと思いますその人たちはだ余計慌てて逃げるんかな,なんでえっこれ普通に自転車こぎの場合もあんねやろできんねやろ自転車モードもあるんですが、うん、その時でもヘルメットするまあそれでもやっぱり公道で走るにはヘルメットの着用それからバイクと同様の装備が義務付けられていると、うん、いうことなんですねう,うーん 安いのでは大体5万円程度から買えるものもあると原付より安い場合が多いかなでもあそう電動自転車やったらあかんのやっぱこっちの方が楽なやっぱり焦がなくても時速30キロで出るからおしゃれな原付ってことやなんかスタイリッシュな感じのコンパクトな感じの全然こんなん乗りたいと思えへん さんどんな形のやつ乗ってましたっけちゃママチャリ今はママチャリってママチャリかな普通の六千九千9 8 0 0円かな中古のやつ中古のやつ乗ってんねんけど今でも電動自転車は今欲しいなって思ってたやっぱ坂道とかが楽やからですかいやでも思っててんけどなんかあんまりどん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 自転車乗る機会が減ってきたからもういいかなと思って今も もういらんかなってなってきてんねんけどでもね痩せたいと思ったら運動になると思ったら自転車こいだほうがいいっすもんねやっぱ自転車乗らなくなったらやっぱ太りますよ結構そうちょっと近道でも車で行こうとかなんか近い所コンビニでも車で行こうってなってからちょっとやりづ月乗った時めっちゃ太りましたも急にああそれは変わるその行動移動手段で結構

横山の広志師匠が鳴ってましたお疲れ難しいっていうかねそうですねちょうどスクーターやろ言うたらスクーターなんですけどまあ回したら力の入れようがやっぱそうですよ最初の時って緊張もあるから難しいですよね エンジン入れる時に間違ってクラクションペーって鳴らしますあそうでそのかれへんわそんなほんまに全く乗ったことないですようわこれ見てみたいな初めて乗るちょっと一回挑戦するっていう行動じゃないとこでねそうですね一応勉強はありますけどでも乗れたらめちゃくちゃ便利なもんですよいやま乗りたいとヘルメットも嫌やし あそうあそっか絶対開始、ね、春期みたいないやでもなん,なんかそうじゃない <laughs>、はい、だからご飯食べに行くのマッチャててヘルメット取ったら頭ぐちゃぐちゃなってたら嫌じゃない、うん、確かにでもキャンプか、ね、キャンプ被ったらいいじゃないですかそのヘルメット取ってからはいやそんな <laughs>

行ってる時やったけどあれも嫌やったからヘルメットかぶらなかっんや。はい、え高校高校ですか？高校もヘルメット。高校ヘルメットかぶら,らなかった。中学まで,で、ね。あ中学校までやったっ。イメが、はい。なんかそれも嫌で歩いて行ってたもんあち。へえ。おしゃれ命やであの中学までヘルメットやった？いやあの意外に自転車田舎じゃないから。 大阪やったからそんなにチャリ通がもともと徒歩で通えるとこやからみんながチャリ通自体が禁止でしたわ高校までヘルメット珍しいですあそうな中学ですよそれでも分からん真面目な高校やったらそうかもしれない中学校うちは丸坊主じゃなくてロン毛ケーやったから結構伸ばしててめっちゃ高速よるしだから余計に嫌やったん歩いていってただからああぐちゃっとなんだ中学校じゃ一番毛長いぐらい私そうなの中学校珍しいですね 一回も丸坊主ですっていう時なかったああ丸坊主が高速ですっていう時なかった今となってはないですけどね野球部ぐらいちゃいますまあ野球部ですけども今長くしても OK みたいなところもいっぱいありますからね先生が男子の髪の毛こう指でピッてやってこの指から出たらアウトえでも流しはかあったなんかもうみんなスポーツ狩りでしたもんね男子とか。 そうですかで服とかもそこまでじゃなかったですねなんかよく肛門の前でスカートの長さに貼られるとかそういう時代ですかそういう時代でそれ古いんですか結構僕らはそういうのなかったですねそこまではなかったです前髪とかンザ眉毛って絶対前髪かか使ってたスカートの丈とか靴下靴下とか靴下とか靴下か靴下見られたりしてたんじゃんお邪も検査でぺっちゃんこでぺっちゃんこにして

を通ったら原付乗れるみたいですね 50cc 以下 50cc 以下は乗れるんです別に原付免許を特に取らんでいい取らんね 50cc <ー>免許は取らなあかんですね。ややこしいなそうですね、うん 1回か聞いた方がいいですねしっかり確認していただきましたこれで自転車乗れますかとかっていうのはこれは自転車ですかバイクですかいいえバイクですみたいなちゃんと中学一年の英語の教科書モペットは免許が必要だということになっていますこれはバイクですさあ続いてのニュースに参りましょうこちらですえ 人気のウーバーイーツ配達員の怒りの理由は飲食店の宅配代行サービスとして人気を集めているウーバーイーツその配達員らで作る労働組合が会社から一方的に報酬を引き下げられたなどとして会社に対して団体交渉を申し入れましたこれれはあれやな、はい やっぱりね、金山泉やから、ほんまは泉の広場のもう一個の、それで今、間違いまして、多分だからちょっと間があった血の原稿を読もうとして、そしたら、ウーバーイーツの方が順番が先だったという、でも、金山泉的にはやっぱり泉の広場、そうですね、泉の広場が開業したという、新しい泉の広場がオープンしたというニュースもあったんですけれども。 ウーバーイーツやったことない、私、おしゃれな人、みんなやってるけどな、な, e、な,なんかおしゃれなイメージありますよね、あれで頼の、頼んだことはないんですが、街でもう<あ>まさしくこう、そのリュックみたいな背負った方というのは見つけますけど、まねうんまあのウーバーイーツというのは、スマートフォンのアプリから注文を受けた配達員が、レストランなどに代わって客まで商品を届ける宅配代行サービスと。 いうことなんですけれども、あの今までの出前と何が違うのかというところなんですが、うん、あの一般の人があの空き時間を利用して配達員になることができる、なので1時間ちょっと空いたから登録をして、<で>えじゃあ、出前の配達員になりますよということができるというと、ね、その1時間でちょっとだけでもちょっと稼ごうかということやね、うん、そうですね。で この、まあ、今、ニュース配達員たちがなんで怒っているのかと言いますと、はい、報酬がですね改定前は 2.72km 配達をして570円だったのが改定、うん、後は 2.74km 配達して498円というふうに距離は伸びたのに金額が下がっているというこれで起こっているということなんですね。うんうん うんやっぱユーバ r e で頼んだらそれだけ割高ってことですねもちろんいやそ,のそうですね、うん、でもなんか一、うん、回友達の家で頼んでたけど、はい、思ってたより手数料安かったような気がしたな,なああ<ー> <laughs> 配達のなんか200円とかそんなんんんかったか円とそゃあっお店が負担してるんですかねもしかしたらああ安って思ったイメージはある、うん、あ全部お客さんが払ってるわけじゃないんや、うん、じゃあこのウーバーに普通の人だいもしかしてちもうちょ距離がそんなにないお店から頼んだからかもしれないですねあそれによって変わるか,なも,しか,しかもしれないですね距離がですね、うん でもこれ言ったらこのウーバーイーツの人らは個人事業なんですよね、これが個う事業いうことになりますね。だからこの人らが結託して、なかなかこの団体交渉っていうではすごい、配達員らで作る労働組合は、会社側に団体交渉を申し入れたんですが、会社側は、配達員は会社が雇用する労働者に当たらないとして、うん、団体交渉には応じない構えだと。 いうことなんですんなのでまあ今まさしくお話しあった通りに配達員がウーバーイーツの従業員ではなく個人事業主として契約されているためということで労災保険の適用なども認められていないとめられてないということなんですよ。ゃすバーンと転んことで、はい、こぼしてしまいました自分もけがしたってなったら全部自分でううんまあ個人事業主ということになりますんでね。 そうです一緒です<ー>個人事業主なんで、はい、そうなんですねあ<ー>だまあどっちかですよねこれ手軽さああそうやねこれ芸人結構あの登録してる人いるんですよああそうなんですかだからこれ空いたからあのいつも毎日はアルバイト入れない、はい、仕事があるからちょっと空いたしっていうので 時間が融通効くんで<ー>そんなバンバン注文あんのかなだからこれだけで生活してるっていうのは聞いたことないです他もやりながらでもじゃあちょっと2時間空くから配達しようって言ってパッて配達もあんのいやそれわかんないですんだから都心部とかその都会があるんちゃいます 多い時間帯とかあるんちゃいますやっぱちょっと深夜とかもそうだ、ん、しランチ時とか,なんかまあでもよう見るもんなチャリとかね,<え>ね結構走ってるそうですよ、ね、<laughs> やっぱ難波梅田辺りの都会は見るかも東大阪では見ないですわああそうか、e、うん見る角まで いやウーバーイーツしてる店がないんちゃややりますっていう店がまあ基本的に大都市でないとこれはやってないそうなんですね今じゃやっとねシラモンちゃんの東京車とかあってんそれましたけどないかもしれない一郎ウカとかは知らないでねウーバーイーツって何のことをかるんだろうウーパールーパーみたいなそれずっと言って本間にぐらいじゃあ流行ったなったな毛ついてるやつ持ってたわローサインをロンサイン

やってみようかなウーバーイーツ頼んでみ頼むほうもクレジットカードの決済になるんでお金を一時代金支払わなくて済むという手軽さはあるということなんですねウーバーのタクシーあれやんありますねあれどうあれは結構みんなやってるこうんかジャニーズのコートこの前ご飯行ったけど帰りウーバーでウーバーでウーバーで帰って行ってたもう来て私もやってたれてすよ ネットでこう中あ<ー>タクシーを呼んで,で,で、ね、アプリで呼んでどこどこで待ち合わせみたいな感じで。 あの来てくれてあれもあれもキャッシュレスやんな結構だから引き渡され普通のタクシーはちょっと割高なんですかちょっと割高だったかなああそうなんやろやどうなのと思ってあでもあのその辺通ってるあのタクシーがあのそれを受信してすぐに来てくれるんであそのアプリでねそうなんですよあそっかいろいろあるもんな周辺にいるタクシーでで3回に1回タダとか今そうなキャンペーンもやったりしてそういうあそうですね詳しい人はそういうのうまいこと作ってたわ確かにお料理

終わりにあってあお前この音楽そうですかこの音楽なると終わり、はい、今日ニュース行けてよかった、えー、最近ニュースまで行けんあの先週ワイスミアナウンスはニュース読まないっていうなんかそんなちらっと聞いたんですけれども、えー、足だけ組んで帰って帰りましたあれからあれからアナウンシス室ではどう足組んでる足組んでますかねでもなんかこう いつもより機嫌はいいような感じはしますよ。気分よく変えられたっていう噂もお聞きしたんで。あ,あ、よかった。で楽しかったですけどで。いや、でも、次の日、次の日か、うん、じゃ、次の。はい、あったの、そのマラソンでやってんけど、<ー>大阪マラソンで。はい、ラジオ、すごい聞きましたって、めっちゃ言われるんです。っていう、っていうところあっよ。あ あのー、本当に秋祭り以降はです、ね、テンション下がっていましたので、はい、上泉アナウンサーいや、でもよかった、じゃあ、元気になってもらえて、よかったな、じゃあ、ナジャさんとチキチキ女人お二人にテンション上げていただいて、うん、アナウンサー室もこう明るさが戻ってきたと。ということで、ナジャジャジャーナルのコーナーでございました、金山アナウンサーはここまでです、どうもありがとうございました。 さあメッセージ頂い,いてるんですけどこっちはこれツイッターの方に出てたらしくて「黒女子白書」の「東京 MX の黒女子白書」実は先々週から火曜深夜1時50分に枠移動して再開しておりますがクリスマスイブに本当に最終回ですそうやね ご存知ですかそれ知ってるでフ u で配信してますのででは見れるんですよねフル l なんですね令和2年令和2年はフールーでお楽しみくださいアンドダジャマイくださいこれんか黒女子白書さんのアカウントやああ黒女子白書さんから来たんですよ聞いてくれてるんですよ いやいや、なじゃまえくださって、もうあげたかなっていうね。まだいいのかっていう。いや出た出たで、ほら。川 <laughs> 口この餌に続きでで。でね、あのリツイートしてくださってたら、当たるかもしれませんので。権利発生してるわ。いこれはもう権利外していいをあげてるから。<laughs>

あの、ゆずるやつやりたい。ゆずるやつやりたいか、いちゃうんだよ。びっくりしたな。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。さあ。ええ、もう一ついきましょう。こちらはですね。ええ、大阪府のラジオネーム、ワルオさんからいただきました。ナズさん、チキチキさん、はじめまして、こんばんは。もう。先日の放送で、ナジャさん。ドラマ、もう、こリごリだ。 ドラマのグレードや配役によっては考えてやってもいい <laughs> ベテラー俳優を言うことをよっぽどのやつやったらっていう,、ね、そ,うそうですよ、うん、ドラマもうええー、わよっぽどのやつやら出へん大俳優が言うやつ大,大御所が言うやつ <laughs> 言いました言いました、えー、はい、こ,あこれに関してですね、はい、でも普段のおねメイクではどうしても役柄が限られてしまいますよね、うん、そこで 提案があります、うん、噂によるとナジャさん、うん、素顔でもそこそこイケメンだとのこと思い切ってドラマは素顔で出たらいかがでしょうか、うん、そしたらいろんな役柄が可能ですし好条件のオファーが増えると思いますよドラマは素顔かっこもちろん二本名あっ別の名前で<ー>俳優デビューするでィつの顔や。でバラエティ ナジャグランディーバとしてその二刀流でいきましょうよ収入も倍になると思いますよ知りませんけど知らんけどっていうということでそれでもかっこいいそれいやいやもう無理無理結局芝居が下手やねんできひんねんもんいやでも声がさすなそうそう声とあと喋り方も変えられへんし東京弁がまず喋られへんのもあるし標準語東京弁標準語が無理っていうのもあるからもう無理やと思うえでもね めっちゃ低い声、今の声じゃない声、出そうと思ったら出せるでしょちょっと渋い声で。いやでもいやで多分。いや、ちょっと、もっと低。っ低い声で。低はい、い、いっぺん出せる低い声出してみてくれません。あ、待てよ。いちょっとかっこいい。ちょ、待てよ。すみません。いや、ちょ、待てよ。<laughs> い、やもう、タ君だけに寄せてんねやけど。全然、全然似てないわ。わ今までも。<laughs> ちょ、待てよ。で、でも、声は変わってるもんな。ちょ、待てよ。 いや、いや、まだナナさん残ってますね。さえ、残ってるもうちょいキムタク意識してください。もっとじゃ、低い声。低い声。そうですね。キムタク意識したら、そうか、もうちょい低い人。待てよ。本気で、本気で低めよう思ってます。野球の話してる。待てよ。待てよ。待てよ。ま、待つんだ。じゃ、刑事がやりたいんですか。 止まれ！おい止まれ！止まるか。交通か交通か交かや。あいついつあ自転車やった。取るよ。あの人取るよ。取るよ取るよ。万引きジム。ほら取った。ちょっといいですか。万引きジーメンの役いいかな。行けますやん。だって今ので何の役かわかったもんなうちら は万引きジーメンの役ってわかった。最初の、あの、おい待て、もう、自転車に乗った。あの、警官役っていうのは。取るよ。取るよ。取るよ。マジで。ちょっといいですかが、下手くそでしたね。あの、今、声をかけ、はい。もうちょい。ちょっといいですか。気持ち。いや、だから、結局、なんかさ。け、オカマ感が残ってんねやと思うねんな。それは別に。言っちゃいます。

A チ<シ>ャンネル、えーねえね、で A チ<シ>ャンネルで夜9時10時ぐらい局のことをチャンネルって言われた A チャンネル A チャンネルに A もあるようないですよや,や,っや,やったら役は選ばないですかほんまよいやだから出子色はそんなずっと出ずっぱりじゃなくて、はい すごい印象に残るけど、ちょっとだけ出てくるっていうのが。あの主人公の行きつけのバーの。あ、そうそう、で、そうそう、そうそういうのがいいね。そういう役はでも、狙うと絶対に。いけるか。思いますよ。い,いや、いけますわ。これ、この人。こでいらっしゃい。 いや、いや、いや、いいかいつも通りでいいですよ。いつも通りでいいんですよ。いつも通りでいい。いや、いつも通りやと、行きつけのバー無理やと思う。いや、行けますって。あら、いらっしゃいやで。あ、全然いいです。その方が。もう、じゃ、それゲバーっていう。いや、じゃ、なので、別に、そういう。ショットバーやろ、おしゃれ。ショットバーでいいと思いますよ。でも、ショットバーでも、そういう、言ったら、ちょっと。ちょっと、こうね、まあ、あの、マスターが。はい。えマスター。 んなかちょっとヒントになるようなことを無意識に言うたりするっていうのがそれは情報やなほんでありがとうありがとうマスターって言ってお金ビャン置いてバって刑事が出ていくみたいなねそれいいやな闇と通通で私は結構闇と通通ででも闇にはええ顔してて刑事には刑事にいい顔してて でそれれが闇にバレてで、ね、殺されるたいもう全部言うたら秘密いっぱい知ってる人ですてて情報屋としてもすごいし。はい、あで殺されかけんねんけど、はい、そっを刑事が助けてくれてほんで刑事とできるっていう,あもう好きになってしまって、はい、で刑事は嫁おんねんけど、はい、嫁に俺はなんか。 あそこのマスターが好きかもっていうい話をして主役やな事件解決して <laughs> 事件解決してだんだんよく出とるそれで離婚してここに来るっていう私のとこに

ああいうのでもいいかな。いいっすね。だってテレ東のドラマとかめっちゃ面白いですもんね。その時間。帯ねいや、いいわ。あんなん。わあ、ほんで、あ、刑事も。ほんで、知らない映画家とかだったりする。あ、そうそうそう。そう。それでいいんじゃない。いいけど。で、え、チャンネルやない。A チャンネル。A チャンネル。あるチャンネル。逆に。

私結構ね、こここ好きなんですよ。あ、四、四。でもドラマの種類ってありますもんね。その曲が得意の一番好きなドラマもこう四です。あ、そう。また見てるも、何回も見てます。へえ。みなさん継続スペックとかあの辺の。ああ。それグるグるグルずっと見てます。そ、それそのここじゃない。こ TBS だ。で、でもじゃ TBS 制作やるの。い TBS でもじゃないと思います。TBS で。

やっぱり猫が好きみたいなあ<ー>割と自由なワンシチュエーションドラマみたいな、はい、セットは一個で、ね、なんか設定が決まっててなんか自由にしゃっていいのかなあんなんやったらいいかなあれよくなああなやったらいいかなゃ <laughs> <laughs> めっちゃ上からやったけど、<laughs> あ,あ,あんなんやったらへんからそれはちょっとあの間違えました。でも七七時とかで、ね。何をやりた？いあんなん楽しそうあ。あ、そうか、それやりたいっていうかね。なんか半分台本あんねやろうけど、はい、半分自由でってうもうの笑い声も入っててっていうようなやつだい,い。話ずれていって、はい。そう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 。結局無駄話やこれやゃないですか。みたいこの三人でもいいよ。いや。

考えるわ今パートみたいなんか <laughs> ここでここだよやってるやんやってるや,やってるやん <laughs> なんかそういうなんか楽しいのやったらやりたい楽しいストレスなく、ね、好きなように、ね、気使わんと迷惑もかけずに、うん、っていうのをやったらやりたいです A チャンネルで A チャンネルでということですねそうですもこれすごい丸尾さんありがとうございますありがとうございました。 そんなもんじゃあメッセージはまだ、はいただいているんですかわかりました、はい、じゃメッセージたくさんまだまだお待ちしていますよあなたに丸投げ知名度アップアップ大作戦 このコーナーはシーズン3であった知名度アップアップ大作戦をリスナーさんに丸投げして私たちと番組をち、えー、私たちと番組の知名度を上げてもらうコーナーですなぜさんの直筆顔画像コースターを50名の方に30枚ずつプレゼントいたしましたコースターをお店で使うなりばらまくなりして知名度を上げてくださいもちろんコースターがなくても知名度を上げていただけたら嬉しいですと知名度アップを丸投げしているわけですが報告が今日もたくさん届いておりますのでご紹介してまいります はい。 ありがたいこっちかいはい,いじゃあこっちいただいてますラジオネームマサヨシコさんからいただいております泉佐野の方ですナジャさんチキチキのお二人こんばんはこんばんは今日も楽しい放送よろしくお願いします、うん、さてナジャさんからいただいたキスマーク付きコースターをマヨけとしてトイレに飾ってみました、うん、どうでしょうこれを飾った途端インフルエンザにかかり今日は布団の中で聞いてます <laughs> 大阪市内では流行り始めているそうですお三方も気をつけてくださいね先取りやんか先取りね。 ここのすごいちゃんとがゃ額に入れたみたいな,なおしゃれな風に飾ってくれてますよねすごいへえおトイレに時計置く<あ>しかも,も見えへんですね<あ>ああ座ってる方と反対やから置いてないな結構長いだ決まるタイプなんかな、ねうんうん、入る時に はい、パッと見,たらい見てああんじゃからちょっと早めにスルッと出さなあかんとか、うん、あ,あまた何時やからちょっとに紐を引っ掛けてこのコースターを額に入れてくれって多分なんかあなんかおしゃれにしてあるけどでも結局はだから今私がやっぱりさインの方に行ってるから風のスパイラルでそれを配ってるみたいなもんやで配ってるみたいなもんやでって流してくれるんじゃんそうんうじゃその悪いものは私の方はな、はい 私の音楽困ったとこの人に聞いているということ。それはいやいやでもインフルエンザなってるから。別に今風のレンとかないですないですないですでもインフルエンザになってしま <laughs> って,してるからその人。たまたまたま,たま今流行ってるから。でもはよはよなって良かったと思うよ。ね。どうせなるんよ。どうせ何年やったらもう今やとこのクリスマスから正月になるよりはええやんか。忙しい時になるのポジティブな考え方そ。そうそれですよそれ。 まで良かったそう言わない人のことやでももう一回なったらなかなかなりにくいですもんねそうそうワクチン売っったんかな打ってなったらもう最強ちゃいますもんもう絶対ならないんちゃいます知らんけどポジティブに考えるとね打ってなかったんちゃうかな打ってなかったかなだからこれは別に交差のせいじゃなく打ってなかったから売ってなかったから いやはやりやすい,いやかな <laughs> でもそう <laughs> よく考えたらコースターで、はい、すごいいいことありましたっていうメッセージもないやんあ,あらじゃあこちら読んでみましょうかう、えー、こちら徳島県からラジオネームえびちゃんさんからいただきました「うんえー、いつも楽しく聞いています」はい「先週周りからメールが来ないと嘆いておられたので心配になって仕事終わりにポチポチしています」うんうん メール送ってくる仕事終わりにしてくださってるみたいですよ。ありがとうございます。ポチポチってことはガラケーかな。どうですかね。もしかパソコン？パソコンかも。スマホでもポチポチ僕は小学校の教員をしているのですが、列号を広めるのも込みで低学年の子供たちにこの書字取るとなぜさんの画像を見せるとなんかすごいと絶句していました。若干と思うよ。でもその後。 でも綺麗と言っていましたよ,したよえー、チキチキさんの画像も見せましたあかんって、うんるうん、すると、うん、男の人<ー> <laughs> いやいや違うよでう人これ 2>, 2人とも女の人だよ、うん、と伝えると、うんうん、ふう。ん と一言言って去ってて去いきました <laughs> みんなあと <laughs> でナジャさんとチキチキさんの正式名称を伝えた後ナジャグランディーバチキチキジョニー」をカタカナで書けるか黒板に書かせました「うん、ジャ」「リーバ」「ジョニー」あたり苦戦していました。うん いい勉強になりましたあ,、ね、ありがとうございましたそうか小学校低学年の先生から、ねね、それではまた子供たちも聞いていると思いますので ぜひコースターくださいよろしくお願いします<や>大丈夫親に止められてるよ多分やろ <laughs> 親聞いてたら多分その先生懲戒免職なるよ <laughs> これは偉いことじゃん,んほんまに <laughs> もう、ね、いやほんまやかんとも先生が言ってて先生が聞けって言ってて嘘つきなって終わってますよ多分そのやんいや黒板に名前なじゃって書いてみろって言って それが何の教育よいやカタカナを書いてみろ」とは言ってないでしょ「書いてみよう」ってちょっと休みかける遊んでた感じしかなまあどの写真見せたかにもよるなあ確それ私らもでも綺麗って言われてかいいじゃないですか子供なんか絶対正直ですようちらなんかいやですよまあそうや子供が一番正直いやきれいきれい何かそりゃそうでしそうよ

言ったら、いっこうさんの写真見せて、これって言ってるみたいなもんや、ことやろじゃ、はい、今日はこの人の名前を書ていてみましょう。ううでも、もう、まあ<え>。字の勉強になる。そう、やまあ、休み時間であれば、何の問題もないから。でも。いや、まあ、例えば、別に。あ、そうか、今、名前変わったけど。はい。 やりまくりさんすけっていうはやりまくりを書いてみようでみたいなそれはやばい長官権でしょなぜさんやから大丈夫そうそうやなこういう人がいるんですよっていう教育にもなるもんなこのご時世特に多様性のこの時代にね個人個人みんな違ってみんないんだよっていうそういうね最先端やなだから最先端ラジオ最先端先生 この先生教育方針的に海老ちゃんさん海老ちゃんうん若いんかなどうなんやろいや若いと思う年齢は変いてらっしゃらない先生す多分多分人気あると思いますよ子供らにねだから「コースターください」と書いてますがまたコースターは送り出してコースターで生徒に大丈夫問題ないのかなんか分かいろいろ気になるとこあるわでも楽しい雰囲気の学校ちゃいますだ親も結構うわー 知ってるるみたいななんか先生も聞いてんのってなってるかもしれないなってるかもしれない気ぃ付けてありがとうございます気付けてさあえここでいきますかちゃうこれこれこれ読んでいいんですかはいええツイッターでなじゃまいが当たる知名度アップキャンペーン。ええですええ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  アットマーク夢は博多在住さんでですすおめでとうございまスタッフからツイッターでカズ<数>さんですかずさんツイッター上でメッセージをお送りさせていただきますのでしばらくお待ちくださいちなみにリツイート数は最終的に638まで伸びました、うん、すごい皆さんありがとうございます,す608やってるな最初ですねはい638まで伸びました、はい、そしてお知らせでございます、はい 「あなたに丸投げ知名度アップアップ大作戦」のこのコーナーですがひとまず今日もって終了となりますえこのコーナー終了となりますが知名度アップのメッセージ送ってくださったらえーうん、普通おとしみ 普通普通のお<あ>おま書き、普通お便り、普通のお便り、普通のお便りとして紹介することもあるかと思いますので引き続きよろしくお願いします。うんうん、来週からは別の新コーナーが始まるということでございます。ドラマドラマだけはやめてよ。<laughs> <は>まドラマ以外だったらちょっとなんとか頑張りますけど。さあちなみに番組ツイッターですが先週この時間のフォロワー数は450ええー、4511でしたが現在4916となっております。すごい多いな。なじゃい効果もあり。 プラス405人ということで皆さんありがとうございます引き続きよろしくお願いいたします、はい、以上「あなたにまる投げ知名ダップアップ大作戦」でした「ナジャとお話ししたいリスナーさんと電話をつないでお話を聞くだけのコーナーです」今日電話がつながっているのは「お風呂が嫌で嫌でたまりません」<laughs> なんとかお風呂を好きになる方法はないでしょうか。うん、というラジオネームクリームのパンさんです。しもしも。しもしも。どうもナジャでございます。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お風呂が嫌なんですか。もうめっちゃ嫌なんですよ。本当にもう一日のなんかいろんな用事とかあるある中でも一番も嫌なことで。うーんはーい、ほんでなんか。 たまにね旅行とか行ったりしても、うん、なんか部屋一日中外で遊んでて部屋帰ってきてあまた風呂入らなあと思ってね。えー、せっかくの楽しい面倒くさいってこと。面倒くさいんですかね。もう温泉でおとかでも嫌なんですか、ね。あ大嫌いです。温泉なんか。 女の子とか好きとかって言う女の子って私女の子じゃないんですけど大んなんですけどねいやもう女の子ですもうほんに女の子です女の子ではないんちゃう女の子です女の子みんな何歳だとはいもうねその気持ちがわからないというかはい。えじゃあもし入れへんでええやったら別にほんま入らんでもいい いけるいいです。いけます。匂いとか出さへんかったら、多分入らないと思います。<ー>え汗かいて食べたなってもう。<っ> <laughs> いや違、ね、いや、ね、<ん>入らんで入らんけど。 体が綺麗なままやったら入らるわけですよね。かそういう周りのこともあるから。うん、一応いやいや入ってるけど、そ,そ,それがもういやいやでしゃあないから。はいえー、そ,うそうです。そうです。なんとか好きになる方法なんですよ。そうなんですよ。なんかお風呂は、今日もお風呂嬉しいな入ろうって言って。思うようになれたら、それが、うん。そう、だから入らずに済む方法じゃなくて、うん、楽しく入る方法やね。うん、どっちかって。そうです。もう入るのはもう絶対入る。入るから、でも、その。はい なんか楽しく入れたらいいそうなんですよあと何し,何してる時が一番幸せなんですか逆に好きな方は何何,なんですか何やろ好きな方何これ好きなことしてたら楽しい、うん、趣味とかはいあなんだろう <laughs> パン食何かそう食べんのが好きとか<パ>、うん、そうですね,そうですねパンとか結構好きですけどね パンをでもああってまた相反するものやなでもパンでも硬いパンあるやんはいはいフランスパンの硬いのあれ背中洗うのよう洗いそうやけどな食べへんねや食べるかと思って手ちまみたいなパンで洗えっていうパンそうかパンなぜさんお風呂は浸かります あの冬場はは寒い時はる私割と漬かる時は割とゆっくり入浴剤入れたり、はい、あとアヒルがあるやんあかわいいやつかわいいのあれ好きでいっぱいあるからあれプカプカして使ってみた、ねえー、い,い <laughs> あのアヒルあるだけでちょっと時間つぶしになるしる、うん、アヒルこうスンってしたりあれい,いあれいっぱいあんねん 結構好きででもそんなんじゃないと思うな、ななクリームのパンさんが楽しみには。あでもそれね、一回ね、友達に言われたことあるんですけど <laughs>、うん、ほんまにそれこそ、アヒルのやつ、一回浮かべて、その子供用のおもちゃ的なあれで、やっってらっしゃるんんですかアナギさんそう、好きやねん。<あ>ただ、私は結構、それも神経質なとこあって、あ,あれって中に水が入ってくんのよ、ピュー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 、なると。ね、その水が腐ってくるのが嫌やから。 そこカッターで穴開けてもうピー,ピーピーピー音鳴れへんけどそこの水が全部出るようにしてね嫌 <laughs> や,やからでもそれよりあれってアヒル私は数いっぱい入れるタイプやねんけど電気電池電気がポッとついて一匹だけ浮かせるっていうのもあってそれでお風呂場の電気も真っ暗でそれアヒルポッと。 ともしてずっと使ってたら。すごいね寂しくなってくんね。ん寂しいな。でも逆に。なんかこういろいろ。無になれるっていうか。いろんなことなんか。一回リセットできる感じはあるかもしれん。それどうですか。でも。あ、良さそうですね。うん。それあわわんがあるかもしれへんけどな。え、電気って電池式なんですか。そう、あん電気がつくやつが。どこで売ってんすか、それ。 えそこら辺で売ってる。そうどこかロフトとかドンキとか売ってんじゃん。多分えう思うねんけどな。えクリームのパンさんはどこに住んでんの？ないしょ？それはいや別にいいですよ。ざっくりざっざっざっくりでいい。あドンキホーテある？ありますあります。あほない都会やな。ちょっと行ってみロフトもある？よ吉本ね アーロフトもありますいやほん、ね、なら手に入るんちゃうそれ私それ割とするかな私はそのいっぱいアヒルタイプやけどうんあとなんか何うんみんな何してんやろう結構ラジオ聞いたりしてはるって言いますけどねゆっくりはる人はゆっくりはる人は今ね。今なでも楽しくないっかもかんもんそうなんですよ今何なんかしてるあ 今ね、あのー、防水のカバーのやつをでスマートフォンをいら<ー>いながらっていうのをやってるんですけど、それだったらね、カバーをいちいち乾かしてないカバーを取り付けてまたあっが増えたってことだね。<laughs> そっそっそ,そうなんですよ。もそのなんかアヒルやったらもうなんか電気消すだけでね、うん。アヒルやっぱりアヒルですね。ね。うん、いやアヒルも。 やで,もでも他の家族も入んねやろ <laughs> 一緒にじゃないでしょだって一人でしょ一<え>人で入ってるんですよねあもちろんですもちろんですでもそれでいうとアヒルもずっとたまには洗わなあかんから面倒くさいって言うかもしれん<ー>このクリームのパンさんはそれが、えー、あいやいやでも、あのー、スマートフォンのカバーをあれするよりはよそあそれそんなに面倒そうなんですね、うん、なんかルールを決めたらそれかルール使って、うん、はい おならが三回出るまでは、もう絶対上がれへんとか。めっちゃ面倒くさくないですか、それりの何のゲームですか。いや、自分の中でルールで、なんか。おならをせな。お、お風呂でおなら、ちょっと楽しいとこあるやん、なんか。ええ、私、絶対しないですなんか、あれ、すごい怖い、怖いこと聞いて。なんか、ばいすごいことなるって聞いて。ばい菌、すごいこと。あのお風呂でおならしたら、大腸菌がわって、お湯の中に。それ、それ。それ、それ、ほんま。

いや、それは。やっぱアヒル、アヒルが良さそうですね。あ、アヒルが良さそう。アヒルじゃなくても、好きな動物なんかないの。あ、鳥が好きです。鳥。鳥。鳥。アヒルもいろんな大きさで、お母さんとか。お母さんアヒル、コードマアヒルみたいなとか。親子でとか。うん。そう、いいと思う。いろんなとこ売ってるから。タイ、タイが一番安いね、アヒル。 あ売ってるんすね,あ売ってね道歩いてたら屋台みたいなところでちっちゃいのがみかんのネットみたいなのにいっぱい入ってボンって売ってるえ、ね、そ,それはただのアヒルでしょそれただのアヒル、うん、光るやつは分かれへんあのどっかちゃんとした店に行かなあかんと思うけど、うんうん、うわこれでもいろんなあるんじゃないますか光,る系のやつ光るやついろいろあると思うわそれまず見に行ってね見に行ってうん、うん、アヒル出たいしのぎなのかな でも真っ暗にして電気ついたらちょっとほんまに精神統一じゃないけどなんかちょっとヒーリング的な効果ありそうですもんね、うん、時間がぎそうあと楽しいのは、はい、お湯に浸かったまま最後、はいはい、お湯に浸かったままお湯の線抜くの、はい、やったことあるああるれれなんか全部疲れが ずーっと全部一緒に、流れて、くれてるみたいな、気持ちになるのよ、ね。それってなりますよね。はいはい、そうそれずっとやったら、溜めては抜き。めっちゃ制度代かかるけど。<笑><笑>水代いるけど。でも、こう自分の足の甲で、抑えれるか、いかに漏らせんか。いや、もう<ー>楽しくないですか。<ー> <laughs> かそうやな足でせんしてて。せん、はい、してて、こう、ちょっと頑張るというゲーム性能なんか,か。あ、それもいいかもしれん。ね、自分がもし最後に入られるんやったら。 いきますよねですね,ねはいはい,い,い、ね、それも楽しいかも、うんはい、でも大丈夫です私もなんです実はもう今日頑張って入ってもまた明日入らなかあ<っ>一生続くこれって思いながら入ってます頑張って二人はだからもうすっきりする感覚がないんやねううお風呂入ってももう汚れるから気持ちいい汚れるから仕方なく入ってる感じでもで疲れ取れねえけどまあちょっとちゃうもんな温泉なんかね疲れ取れる感じがしてなんか気持ちがいい、ね、んけど いやまあじゃあちょっとなんかいろいろアヒル試してみてじゃあアヒル探してみますね、はい、電気消して、はい、電気その一匹バージョンかぱ杯バージョンかねえいいあんをいただいてまあいいあんかどうか分からへんねんけどももうに <laughs> 今日自信ないや毎,毎回自信ないままでもちょっとアヒルいいなと私も買ってみようかな思いました真、えー、っ暗にしてそうかと思ってそう一匹だけポポって明るくなるっていうのがあるのよ、うん 湯船、ね、使ってないからそれやったらちょっと使ってみたい気になりました私もでその湯船がちょっと色のついた入浴剤やと<あ>その色でなんかちょっとまた色目も変わったりああ<ー>神秘的にすごいな神秘的入浴できるからピラティスト <laughs> だじゃすごいちょっとじゃあ,あのクリームのパンさんそれなんかいろいろ試してやってみて はいわかりましたでも多分ほんまこのラジオ聞きながら入るのが一番いいんちゃうかなと思うけどーー、うん、そうですよねうんいい。いいですいいですなんかいろいろ試してみてくださいよあはい。<laughs> クラスパンで背中洗うだけやめてください、ね、それはやめたら終 <laughs>、ね、さあじゃあ今度スタジオにも遊びに来てくれるかない行くありがとうございましたまたねありがとうございます,ま、ね、います失礼しますバイバイ さあ、なぜとしゃべろうピンポンピンでは引き続き私たちとお話をしたいという方を募集しています。雑談でも相談でも何でも構いません。話したいという方はお名前電話番号話したい内容を書いてメールアドレス naja.mbs1179.com ファックス番号は大阪0668099090までお送りください。なぜとしゃべろうピンポンピンのコーナーでした。 メッセージがあるんですか、はい。はい。ありがとうございます。はい、あ、これからですか。こちらからはい、えー。こちら岡山市のラジオネームベコリンさんからいただきました。はい、えー。いつもうんざりする大渋滞の仕事帰りも列号フライデーを聞ける金曜日には楽しく渋滞にはまっています。さてうちのおばあちゃん私の服にやたらとイチャマをつけてすぐになんぼやったんと聞いてきます。うん、昨日も八千九百円のセーターを着ているともったいない。 十枚買えるやんとか文句を言ってきます十枚十枚でどんなやつ見てんの枚え自分で稼いだお金で買ってるのに本当に頭にきますまだまだ死なへんでえが口癖のおばあちゃん <laughs> なんじゃさあなんとなりませんかえやんかもう元気で元気えほんま自分のおばあさんや、ね、いやそれは自分のさんとかじゃないですよね <laughs> おばあちゃんやろうちのおばあちゃん孫に言ってるってことやろ孫にあんまり言えへんけど、うん、あれちゃうのほんまは同じの着たいんちゃうおばあちゃんも一回一枚プレゼントしてあげたら同じ、うん、そんなや着てたそうや買ってあげたらいいや、うん、ほんまに のなかん年取ってきたらええのんなあかんで言うて890円のセーターよりこっちのが抜いでちから言て890円のセーターすごいですねでも890円の買い物上手たまにでもすっごいいいなんか商店街とかにめちゃくちゃ安いんだけど物はいいっていうんか嘘みたいな服屋あるじゃないやろなあれ何のカラクリやろなあれはシーズン切れちゃう 去年とかも3年前のやつとかちょっと前にはやったんがとかなんかなちゃうかなどこで今日めっちゃなぜさん服かわいいと思って私それはでも高いでしょこれは890円ではないで百これ890円で八千九十年よりも高いいやめちゃくち怖いもんセーターちょっとなんか青いセーター買いたかったから買ってあ青が入ってますもんね切り替えの珍しく試着しに行ったもん って立花通りまでええ立花通りまで服ってもう今その辺でペペベッと買うねんけど立花通りの店にしかなかったから置いといてくださいって試着して決めるからって言ってそっずっとこうかわいいの着替えにてでもほんまはこれオーバーサイズですダボって着るやつやねんけど4っていうサイズやねん一番 OK やつそれでちょうどっていう別にまあえかちょうどで着るわって言ってそう まはダボダボボで来てくださいいいっていうう。な。そからこうおばあちゃんはじゃあどんな服が好きなんとか話したりねそうだねこれ890円捨てただいぶ興味ありますわね、うんうん、安いのにでもあったかいねんっていうのが多分めっちゃ元気なおばあちゃんやから何て言うかな仲良く話し,しようって思ってるじゃないような気がするおばあちゃんがその890円着てたら「はい、え、はい、それおばあちゃん890円って言うけど」 モデルがええから、八千九百に見えるでって言う、いうてあげたらもう。一回で終わるって、もう言うてけんよ、なるわ。照れて。照れて。かな。まだまだ死ねへんで。いや、でも、その。って、おばあちゃんが出て。照れて。いや、だるから。まだまだ。そう、しなえんで。それ、キャリーってなるで。多分。そういうおばあちゃん。どういえばやね、ほんなら、この八千円のセーターを。 もうおばあちゃんがもし死んだときはカオケに入れてあげるわっていうまだまだ死ねえ余計言う,計言う難しいな カオキたけってう全国でキイユママもオニになってオニとオニ全国でヤスモキで笑われる全国でも恥ずかしいカッしたあかんからエノキなあかんてルか入れたるわであとどれ入れてほしいのって聞いときも全部な全部入れといたるわたる、ね、サンズの川渡るのもこのピンヒールで渡りピンヒール入れてヒールで渡り <laughs> ヒールで渡り <laughs> 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 ほんな、追い返されるわ。また生き返れるって言うって。っぱりまだまだしないで。っていうことなるんじゃ。お、言い負かすぐらいのソースね。その関係性いそうね。ありがとうございます。もう終わりやっていうで。あ、お時間ですね。次回のお知らせ、ジャーナルアナウンサーは、なんと清水麻耶アナウンサーです。マラソン走った新人さんでございますよ。早かった。早かったね。ね。 そしてえ今シーズンも番組ホームページ上にある YouTube で放送したものをほぼノーカットでお送りするウェブラジオと今日の放送の反省会を行う動画コンテンツ今日の反省室を配信しますよ。ぶっちゃけ毎回毎回そんな反省することはないんですけどもだから番組内でわざと反省せなあかんようなことをしてるんですね私たちアホなスタッフよ早く気づけと思いながらやっていきますのでこちらもお楽しみくださいアップしました Twitter でも。 告知しますので皆さんぜひご覧くだささいねさあそして、えー、そろそろ年賀状のシーズンでございますけれどもこのあ、えー、とは光弘アナがね団長を務める、えー、万博なんとかですけれども光弘アナウンサー2020年は年賀状にどんな言葉を一体書くのかな座右の銘を書くのかな、うん、今年の目標を書くんでしょうか。 どんなことを書くのかをちょっと今日はね聞いてみたいなと思ってるんですけどもまあでも爽やかな男ですからえ結構いい感じのメッセージを書いてくれるんじゃないかなと思っておりますよ。さあということでこの後は「万博宣言我ら21世紀少年団団長は光平アナウンサー」ですよ。頑張ってくださいねバイ